じゃん。はい、こんにちは。クエッチョチャンネルです。本日は、音声での解説をしていこうかなと思います。早速、タグ掛けを狙ってみましょう。いやー、外れましたね。だいたい一発目は、台の癖を見るために外れることが多いです。タグ掛けばっかり狙っても、あれなので、一旦、ボディを掴んで横長の景品のセオリーですね、横に向ける感じにしてみたいと思うのですが、ちょっとパワーが足りないかもしれませんね。景品がちょっと浮かない状態でした。もう一度ちょっとボディを狙ってみて、ガチガチの寄せですね、こちらも。ちょっと上がらないですね。さて、どうしましょう。タグを狙ってみましょうか。おお、ちょっとずれている。少し上目ですね、惜しいですね。これやっぱりアームが大きいとちょっと、だいたい、半時計回りですね。ねじれる傾向があるので、ちょっと狙いにくいですね。さて、次はどこを狙いましょうか。ボディかタグなんですが、はい、ボディですね。ボディを一旦掴んで、ちょっとタグの向きを変える感じにしてみましょう。ちょっと揺らす感じで。こういうのでもちょっとタグの向きが少しだけ変わるんですが、それでも狙いやすかったりもします。ここも一度タグを狙ってみましょうか。少し動いたので。どうでしょうか？これはストップボタンで外れていますね。惜しいですね。あ、でもこのタグはちょっと大きい目のがついているので、比較的簡単だとは思います。なので、最後まで諦めずに、ね、狙っていきましょう。もう一度どうでしょうか。ラベルの上に乗って、お、これはずっぽしですね。入りました。タグ入って、さてここから、アームも大きいのでそこまでは行けないとは思うのですが、来ましたね、来ましたね、来ましたね。どうだ。ここで言うと、こんな感じでしょう。引っかかればゲットハンティングももらえたかもしれないのですが、寄せには使えたということで、ここからですね、横長なんで、ここで一旦つまみ寄せですね。右アームを景品に当てながら、なるのですが、ちょっとパワーが足りないのがあったので、動かない感じですね。ちょっとここで困りますね。ここからつまみ寄せができないとなると、先ほどより深めのつまみ寄せをちょっと狙ってみましょう。ここでちょっと、とりあえず掴んでみたところ、まさかのゲットでしたね。たまにこういうことがあるんですよ。実際このプレイはつまみ寄せをしようと思い、ちょっと先ほどより右アームがですね、景品の、刺すというよりか側面まで行ってしまってるんですけど、持つという形にして掴んだのですが、これ正直ちょっと重心を掴んでしまってるんですね。なのでこっちで右側が上がりながら、ちょっと、クルリンパという形になりそうだったのですが、景品は滑らず、その高さにアームが引っかかり、アームが戻る際に景品が滑らず、
景品を取り出し口に倒してしまうという、まあ、これはちょっと設定ミスなのか、まあ、たまたまなのかちょっとよく分かりませんが、まあ、たまにこういうことが長い景品の場合あるんですけど、まあ、故意的に狙ってみるのもありではないでしょうか。それではこの辺でお別れの時間です。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。